皆さんこんばんは。9月27日水曜日、時計の針は夕方6時になっています。今日もYoukan TV スタートです。キャスターの金城玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日も気温も高くなってきましたが、明日から少し気温が下がるようです。東京の方では今日の夕方からもう気温が低くなり始めているということですが、明日はなんと29度、ようやく30度を下回るようです。日中の最高気温が29度ということは、朝の気温も少し下がり27度になるということです。ようやく秋が近づいてきているようですが、例年に比べると今年10月に入っても沖縄はまだまだ暑い日が続くようです。少しばかり皆さん休息を取り入れながら、皆さん夏バテ、そしてこの夏の疲れを皆さん癒しながら毎日を過ごしてください。さあ、それでは今日もYoukan TV、ここ地域振興センター3階、テレビスタジオからインターネットテレビ放送とラジオと同時放送でお届けしてまいります。それではまず今日のラインナップから。今日の一番ニュース、ユンタンジャ出番ですよ、ハワイ・沖縄慰霊祭2017。Youkan読みラジ FM 読みたんスタッフ知花優、読谷村のおすすめスポット。FM 読谷インフォメーションスポンサー大募集、第43回読谷祭り、その他の話題をご紹介いたします。それでは早速参りましょう。今日の一番ニュース、さあ今日の話題です。ユンタンジャ出番ですよ、ハワイ沖縄慰霊祭2017。さあ、先日このYoukan TV でもご紹介いたしましたウィンズ池原建設さんが出されている発行のウィンズ、さあこちらの方でも特集をされていましたね。沖縄慰霊祭、ハワイ慰霊祭の様子、皆さんに振り返りながらご紹介いたします。 VTR スタート。さて、まず、徳地会長、彦新さん、今回、慰霊祭というものを開催されて、数々の、もうメディアでも本当に取り上げられまして、ひいてはもう国をも動かすようなイベントとなりました。まずはちょっと振り返る形になりますけど、そもそもその今回の慰霊祭を開催したいというふうに至った経緯をちょっと伺いたいと思います。そうですね。まず、過酷といいますか、悲惨な沖縄戦で、捕虜になりまして。そして夜間収容所を経て3100名が、ハワイの収容所に移送されまして、はい、でそこで約、長い人で1年半といいますか、抑留されましたが、その間、12名の仲間が亡くなりまして、そして沖縄の土踏まず、ハワイにそのまま残ったということで、ハワイから復帰いたしまして35年目ですか、ハワイに再び訪れまして、埋葬されたであろう墓地を訪ねたが、何も買ってしまわない、そこで一応帰ってきてからなんとかせんといかんということで、ハワイの政治家、あるいは弁護士と、あるいはハワイの沖縄県警の方々の協力を得て、やっと保健局から死亡診断書を入手いたしまして、それを一応持ち帰って遺族を招いて、一応高校であると、どういった病気でどこに入院して、そしていつ亡くなり、どこに埋葬されて、そういったレコードがありますので、それを一応説明し、そこで僕はもう終わりと思っておったので、しかしながら、遺族の皆さんは黙にすがりついて、ぜひ一緒にコツをね、一緒になって探していただきたいという、特に90歳になるおばあちゃんにね、もう泣いてすがられて、それが僕のなんて言いますか、思いと言いますか、それと皆さんのね、遺族の思いを僕は肩に背負ってるのでね、途中で投げ出すわけにはいかんということで、そばにいらっしゃる高山沖縄ハワイ協会会長、そして皆さん、それまたハワイのね、ハワイ沖縄連合会の皆さんの協力を得て今回の慰霊祭が開催されたわけですが、一応はね、一通りの私の思いといいますか、達成されたかと思うんで、もしかし副知事、そして副事部長が厚労省行ってね、遺骨をぜひね探してもらいたいということで、町を要請、そうですね、新聞載ってますね、そうですね、してありますので、その結果を見るまではね、まだまだ続けなきゃいかんなと思いです。おかげさまでまたね、今日このように読谷 FM でね、いろいろ皆さんに聞いていただいて、またさらに関心がね高まるんじゃないかと思いまして、ありがとうございました。ありがとうございました。そして高山会長、本当にこういう機会を作っていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お世話になりました。またこれを今回の番組はインターネットでもライブで放送してますから、なんか聞くところによりますと、ハワイでも見ているよということで連絡があったということで嬉しいですね。ハワイの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。宜野座さんもありがとうございました。またもう宜野座さん見るとね、ハワイプラザの寄付のことしか多分受かってこない。よろしくお願いします。はい。そして読谷ではもうこの方で、まずは最後に一言、読谷の締めです。いろいろイベント関わりもさせていただいてですね、いろんな多くのハワイの皆さんもお会いすることできましたし、今後は文字通り架け橋の一端を担いたいと思っていますし、今後またこの健康管理は上手になされて、頑張りたいと思います。はい、今日は本当にお世話になりました。はい、ありがとうございました。はい、それぞれのね思いを皆さんにご紹介いたしました。昨年はねハワイケーズ、ラジオ局と私たち FM 読谷ね同時放送しておりましたけれども、そういう思いでは、ハワイの皆さんにも、この FM 読谷というものを知っていただくいいきっかけにもなったと思います。これからもまたいろいろな情報がありましたら皆さんにご紹介いたします。以上、今日の一番ニュースでした。Youkan TV。琉球新報先読みニュース。このコーナーは琉球新報の提供でお送りいたします。明日の地方面ご紹介していきます。セラピー犬で人笑顔に。うるま市中部農林高校6人の生徒指導主合格、こちらの嬉しい話題からご紹介いたします。さあ、昨日まで動物愛護週間、そして今日のお昼1時から動物愛護番組ハッピーワンニャンパークが行われたんですが、そんな中読谷村役場の生活環境課池原さんがご出演して、飼い方とかいろんなねことを発信させていただきましたけれども、そんな中犬というのは狂犬病のね予防ということもありまして、一人で歩いているワンちゃんたちというのは残念ながら捕獲され殺処分されるというのが現状なんです。しかし、その殺処分される動物たちが実際に人を救っているという、これがセラピー犬なんです。皆さんにご紹介いたします。お年寄りや子どもたちと交流することができるセラピー犬の初級指導士の試験で中部農林高校こちらの生徒たちがこのほど合格。21日に認定書の授与式がうるま市の同校で行われます。資格審査は NPO 法人沖縄災害救助犬協会が実施し、生徒は学校所有の犬と約1年半の間ペアを組んで訓練をしていたそうです。審査では犬と生徒の両方の動きが採点され、認定証もペアごとに手渡され、合格したのはいずれも3年生。一緒に参加した犬もセラピー犬の認定を受け、どこか誇らしげだったと記事が書かれています。生徒たちは犬のことを勉強しつつ、訓練するのが難しかった。マイペースな犬で訓練時にテンションを保つのが大変だった。愛護センターから引き取られた犬で信頼関係を築くのに苦労したなど、訓練の振り返りつつ互いの合格を喜んだそうです。与那嶺校長は努力に知識技術が伴っての認定で、これを励みに頑張ってほしいと激励。合格者は次の通り括弧内は犬の名前ということで、ぐっしーみなつさん括弧春、そして与座さやかさんかっこゼロ、袖山なゆさんかっこひまわり、神谷さんかっこまな、三重木さんジュニア、そしてよへなさんかっこ麦、このね、皆さんたちが合格したということで6人の生徒さんと6匹のワンちゃんたちがセラピー犬初級指導士の認定証を受け取ったということなんです。さあ、明日の地方面ではこの子どもたちとワンちゃんたちの笑顔、そしてこの子たちがいずれ皆さんたちを助けてくれる、そんな日が来るのではないでしょうか。学生さんの皆さんに学ぶことたくさんあるような気がします。続いても動物の話題。クリクリのお目目、愛らしくリスザル天通と命名。沖縄市東南植物楽園の話題です。東南植物楽園といえば、私たちここ読谷村のお隣にあるんですけれども、7月に生まれたコモンリスザルの赤ちゃんの命名式が17日、沖縄市知花の動園で開かれました。約700件の応募の中から、沖縄市在住のムタベイカズハちゃんかな、お名前4歳が考えた天図が選ばれました。天図の名前は20人から応募があり、職員の抽選で決定。天図は父てんてんと母アズの名前を組み合わせた名前で、生後2ヶ月、体重は100グラムということです。卵2個分の可愛らしい赤ちゃんということですけども、お母さんのリスと一緒にね写ってる写真がなんか愛くるしい感じがしますけれどもね、こういった、今回は動物の話題が多いんですけれども、皆さんそういうね動物愛護習慣などももちろんたくさんあるんですが、今飼っている動物たちをやっぱり大事にしていただきたいと思います。さあ、最後はバスケ選手の夢支援育成36年、信頼厚く。沖縄バスケットボールの発展に指導者として経営者としても長年貢献してた嘉手納町と沖縄市に店舗を構えるバスケットボール店舗ハイファイブの代表、この方の記事が開業30周年を迎えるということで掲載されています。バスケ選手の夢を支援する、その田和田さんの記事、明日お楽しみに。以上、琉球新報先読みコーナーをお届けいたしました。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。Youkan TV Youkanよみラジ。さて、今日の話題は FM 読谷のスタッフ知花優、読谷のおすすめスポット。さあ、知花優君といえば、もう中学生の頃からパーソナリティをしていた1期生です。今現在37期生なんですけれども、その彼が FM 読谷のスタッフになってもう半年経つんですけれども、さあ、彼がおすすめする読谷スポットはどんなところでしょうか。 VTR スタート。どうも皆様、 FM 読谷スタッフの知花優です。僕がおすすめする読谷のスポットということなんですけれども、まず1つ目が紫村になってますね。こちら FM 読谷の観光情報番組読谷ラジオでもよくお話出てきているんですけれども、紫村実は2度ほど県外の友達を連れて行ったことがありまして、1度目は鳥取の友達、2度目は愛媛の友達だったんですけれども、2人とも揃って共通していたのが、その紫村の建物の外装とかにすごい感動していたっていうところ、それからたくさんの体験コーナーがあるわけじゃないですか。いろいろなものを作ったり乗馬してみたりとか、そういったところも含めていろいろあると思うんですけど、そこで何を作ればいいかとか何をしてみたいかっていうところですごい迷ってたんですね。でもその迷う時間すら非常に楽しそうにしていたのがすごい印象に残っていて、連れてきてよかったなって思ったので、自分たちで遊びに行くのももちろんいいんですけど、県外の友達親戚なんかが遊びに来た時は是非一度連れて行ってほしいなと思います。それからもう一つ、これが残波岬なんですね。これ県外の友達ではなくて県内、それも宜野湾の友達と一緒に一度遊びに行ったんですけれども、なかなか読谷村を国道58号線から通ったりとかっていう風に通過することはあっても、中に入ってくることっていうのがまあないと、彼ら自身で、そこでじゃあ一度残波岬を行ったことがないっていうものですから、一度連れて行ったんですね。その日がちょうど天気もよく日差しが出てて夕方ぐらいだったので、人も少なくて、ただ風が涼しくて、何より海も穏やかで、夕日が沈んでいくような夕焼け空も眺めながら散歩することができたんですね。残波岬っていうと海とか灯台っていうイメージ強い方もいると思うんですけど、遊歩道コースみたいなところもしっかり整備されているので、そういったところを雑談しながら歩くっていうだけでもすごいいい時間を過ごすことができるんじゃないかと、僕自身実際できましたので、いろいろと話しながら、でなおかつ読谷ってこういう素敵な場所があったんだねっていうような話を相手も気づいたし、自分も気づくことができたので、そこがおすすめかなと思います。というわけで僕がおすすめするスポットは紫村と残波岬になってます。紫村は観光客向けだと思うんですけど、残波岬は県内の方にもおすすめなので、ぜひお友達、ご家族、親戚連れて遊びに行ってみてください。どうも FM 読谷スタッフの知花優でした。はい、優さんのおすすめスポットを教えていただきましたけれども、実際に読谷村の皆さんは行ったことありますか？紫村はね、観光客の方が行くところと思わずに、ぜひね、地元を再発見するつもりでぜひ行かれてみてください。今日のおすすめスポットは紫村、そして残波岬でした。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時、紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしています。明日もお楽しみに。Youkan TV FM 読谷インフォメーション。さて今日の話題です。スポンサー大々大募集、第43回読谷祭り、こちらのお知らせです。さあ、今年で43回目を迎えます読谷祭り。さあ、この特別番組を私たち28、29の2日間生放送でお届けいたします。さあ、これに伴い応援チームの協賛を募集しています。プランは3つ、1万円、3万円、5万円。もちろん私のおすすめは動画 CM 特典の5万円となっています。さあ、やってみようと思う皆さん、個人でも企業でも自治会でも構いません。詳しいお問い合わせは098-958-7860 までお願いいたします。以上 FM 読谷インフォメーションでした。Youkan TV まだまだ続くと。続いてはとことん読谷知っとこ読谷最初の話題です。そんな情報から、グッジョブサポート読谷9月就職セミナー受講無料、こちらのお知らせです。適職発見講座、自分らしく働くために皆さん受けてみませんか？明日9月28日木曜日午後1時30分から4時30分まで、場所は読谷村役場3階会議室となっています。定員は10名、受講は無料となっていますが、定員に限りがありますので、詳しいお問い合わせは読谷村役場商工観光課098-982-9216 まで。以上、グッジョブサポート読谷9月就職セミナーの話題でした。さあ、続いて高潮青年会沖縄全島エイサー出演を終えて、さあ、青年エイサー祭りはここ読谷村でも行われましたけれども、その後に沖縄市で行われました全島エイサー、こちらね、入場料はかかるんですけれども、それだけ見応えがあるエイサーに皆さんたちが出演されたということです。さあ、早速そのお声をいただいてみます。 VTR スタート。高潮青年会会長の神名大輝です。9月17日日曜日に第62回沖縄全島エイサー祭りが行われました。日曜日の方で高潮青年会で、読谷村の曽部青年会、2つの団体が出場いたしました。高潮青年会は、午後7時の方から演舞しまして、20分間という限られた時間の中で、精一杯演舞をすることができました。演舞を行った後のこの会場の反応というものはもうすごい拍手と歓声に包まれまして、で帰っていく中でお客様の方から「高潮青年会よかったよ、読谷村すごいよ」ということで、いろんな方々の方からご声援の方をいただきました。で、今後ともですね、高潮青年会で読谷村これから引っ張っていけるような団体にしていきたいと思いますので、これからもご声援のほどよろしくお願いいたします。はい、もうカンナさんも会長としてもかっこいいんですけれども、もちろんね、そして、今回 9月号までの、私たちの FM 読谷の広報誌にもね、出演されてるんですが、やはり高商青年会はどこに行っても引っ張りだこなのかもしれません。さあ、その他蘇部の、青年会の皆さんも出演されていて、またね、大きく取り上げられていたようで、私たち FM 読谷のスタッフの、みおちゃんも蘇部の方で出ていたようです。以上、今回全頭エーサー出演しましたのお声をいただきました。さあ、続いてです。行政情報。下水道工事に伴う交通規制と大取バスの一時的なルート変更のお知らせです。村道大木から古源線の一方通行箇所の下水道工事に伴い、工事期間中は車両通行止めなどの交通規制が行われます。今年度工事期間中の交通規制区間に大取バス西ルートが運行しているため、工事完了までの間、一時的なルートの変更を行います。なお、ルート変更に伴い、大木南バス停が東側に約150メートル移動となります。大取バスをご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、下水道工事へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。また、お問い合わせなどは読谷村役場2階施設整備課水環境整備係098-982-9221 までお願いいたします。さあ、以上、下水道工事に伴う交通規制とバスルートの一時的なルート変更についてのお知らせでした。このコーナーでは皆さんからの動画メッセージ、また取材依頼なども募集しています。また、地域でイベントなどが行われた後、この「Youkan TV」で行われましたというそういったお知らせなども入れてほしい皆さんは、情報提供として写真や動画気軽に送ってください。FM 数字の786@FM 読谷 .co.jp 以上、とことん読谷しっとこ読谷でした。Youkan TV。 さあ、お届けしておりますYoukan TV。 さあ、これから帰宅ラッシュの時間ですね。続いては読谷交通情報です。国道58号レオンカメラの様子です。さあ、現在大湾交差点嘉手納那覇方面、こちら現在車は順調に流れています。さあ、今現在混んでる心配はないようですが、この後7時過ぎまでは帰宅ラッシュの時間で、特に大湾交差点、沖縄市方面に向かう車がかなり渋滞してきますよね。また、大湾交差点に向けて沖縄市から帰ってくる車もかなり渋滞してきます。さあ、皆さん車間距離をとって、そして早めのライト点灯もお願いいたします。続いて大湾交差点から伊良美名喜名方面、こちらはかなり最近ですけれどもね、上りの方が車が多いようですね。三栄大湾シティやまたシナジースクエアに右折する車もあると思います。早めのウインカーもよろしくお願いいたします。さあ、この時間以外にも放送しています。平日朝7時30分から夕方5時45分からお届けしています。以上、読谷交通情報でした。Youkan TV。みんなのお天気希望。さあ、みんなのお天気希望。このコーナーは明日の皆さんの希望する天気をご紹介しています。さあ、今日天気希望をご紹介してくださるのは、久しぶりの可愛いあの彼女が登場しますよ。 VTR スタート。中京大学2年の岡本桃佳です。私が明日なってほしい天気はジメジメしていない晴れです。沖縄に来てからもうずっとジメジメしていて、なんでこんなジメジメしてるんだと思うので、ジメジメしない晴れになってほしいなと思います。ももかのお願い。ももかウケるウケましたね。今ちょっとスタッフも大笑いですけれどもね、彼女もYoukan TVもね、最後キャスターも務めてくれましたけれどもね、皆さん見た方も多いと思います。さあ、続いては天気予報です。それでは沖縄気象台発表天気予報、まず天気概況からです。本島地方と先島諸島は高気圧に覆われておおむね晴れています。一方、大東島地方は気圧の谷の影響で雨が降っているようです。続いて中南部のお天気です。西の風晴れ、夜遅く曇り、波は 1.5 メートルの高さとなっています。続いて今夜から明日の天気です。今夜は晴れ、のち曇りですね。そして、この後、少しずつなんですけれども、天気は、晴れてくるような感じとなっています。そして夜からね、朝にかけては晴れマークになってるんですが、明日は晴れのち曇りです。先ほど天気の、気温なんですけどもね、最新の情報が入りまして、日中の最高気温、明日は27度と先ほどご紹介しましたが、また変わりました皆さん日中の最高気温、やっぱり30度を下回るのはいつになることやらという感じですけれどもね、朝の最低気温も少し涼しくなるのかなと思ったんですが、やっぱりまだまだ気温が高いようで27度となっていますね。しかし、この先また週末にかけてはお天気は崩れるような様子はないようですからね、晴れ間や曇り空が続くようですから、天気は大丈夫だと思いますが、しかし湿度がね、少し低くなってほしいなと思うのは私だけでしょうか。この湿度がね、あることによって皆さんのこの不快指数も上がりますからね。あと体力的にも疲れやすい皆さんは、この湿度がなくなってくるとだいぶ変わってくると思います。さあ、最後に読谷村に出ている注意報警報です。現在警報も注意報もともに出ていないようです。以上、天気予報でした。Youkan TV。さあ、お届けしてまいりました「Youkan TV」。さあ、今日ね、5時台に皆さんにもね、ちょっとアナウンスとしてご紹介したんですが、迷い犬保護で、長浜40でね、捕獲されていた柴犬に似たワンちゃん、なんと優しい方々のね、お声もありまして、殺処分を免れ、保護されることが決定しました。皆さん、よかった。もうね、本当に今日もお問い合わせをいただいて、あのワンちゃんがどうなっているんですかっていうお問い合わせがありました。実際には読谷村役場から動物愛護センターに移送されると、数日で殺処分されるんです。飼い主さんが探すタイミングと処分されるタイミングがずれてしまうと、飼い主さんがいるにもかかわらず殺処分されるのが現状です。しかし FM 読谷としては、皆さんにね、ちょっとでもいいので協力依頼ということで生告知をさせていただいています。とにかく役場の皆さんもおっしゃってました、今いる飼っている犬たちを大事にしていただくということと、そして、これから飼おうとして思っている皆さんは、ぜひペットショップで買うのももちろんなんですが、動物愛護センター、それから、ペットショップなどで里親をね、よかったらもちろん無料なんですけれども、一生飼うという覚悟がない限り、やはり動物を飼うというのは少し考えていただきたいと思います。そして読谷村の犬は全て読谷村犬にしていただきたいと思います。犬を飼ったらまず役場に登録、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、お届けしてまいりました「Youkan TV」。明日もまたこの時間にお会いいたしましょう。それでは皆さん、また明日。プレゼンティドバイウィンズ池原建設。晴れの日にも別れの時にも、いつもこの音聞こえたら笑顔になれるのだから、涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せば聞こえてくるよ。始まってた僕らの未来。雨が降る日も晴れる日も、歩いてゆこうあなたと、出会えた奇跡を掲げ、雪の日も嵐の時手をつないでいたら笑顔になれるのだから、 Step 4 6 step 何曜日だつながるこの気持ち。